おはようございます。皆さんおはようございます。タイムのエナジー10個2000時代4月の水曜日の午前10時50分です。では本日のお知らせです。明日ケンさんが AI 事務所に行くことで一緒に見されています。寂しくなっちゃいますね。ケンさんと話したい方は教授にお知らせさせてくださいね。まだいるんだ、よかった。もう昨日で最後かと思った。もう水曜になっちゃったし、昨日分からなくてしちゃったけど、でもよかった、最後にお別れ言えんのは。改めて、いや、よかった、ありがとうケンジ。で、手紙をまず違うか、手紙を見たい。タネ出品危険か。よし、で、危険かを開封の日。じゃあこれでは使ってみて。ジャズか、聞きジャズ。じゃあ聞き演歌お願いします。聞き演歌いいね。かっこいい、トラキかっこいいな。これにしようか。ゲンジ最近来ないなって話はしてましたけどね。現時の新しい次に行くか。いや、どうしよう、先に起こしてるか。みんな、なんだか死の選択肢がたまらない。な、なみが、できれば大盛りお願いします。起きないね。スースー、すが、スースー、起きないね。おうの、そちらそういう感じです。この感じは右、でも星を持つ方、アーシもその外国版だとどうなんだろうね。ハンバーガーを持つ方って言ったの。あ、来た来た。あ、八丁言えますね。私に同居すべきってんでしょう。自分の結果しがそれですよ。おう、どうもと思いきや、どうせ自分ですか、なんていう偶然。そうです、またアーシの方で相談してたのです。そうなんだ、全部一番強くなったんだけど、あーくつけてもらうけば。ほら、ポツチンゾーンってあれば。また変なマーク出てるけど。で、うん、オーマイゴーシ、私のダイレクトチンゾーンって壊れてます。ポツチンゾーンって壊れてますが、どんどん残ってます。これは私のコンテンツが見つけるのを頼ってしかありません。しかし、それを言ってないというのは、あれ探すんでしょ。ダイレクトチンゾーンって出てきて、このセンター寄せてあげる。本当ですか？ユニー感激です。通信されてた後はおそらく砂浜になっていると思います。今度はここがあれば多分大丈夫です。長野さんはきっとちょっと差し上げてしまうので、めっちゃ変な目の隣をウォッチングしています。ファーストシーンは私にもよろしくお願いします。分かった。話長いよね、ジュニーって。この辺さっきなかった、ないか、やすいか。じゃあ探すか、よく見とかないとね。早くも見逃す気がすんな。さ、この村ヤシの実がないから見つけやすいっちゃ、見つけやすいってさ。だって全然ないんだけど。あ、ありました、ありました。次にもあるね。アサリかい、アサリかい。この辺、こっちか、こっちじゃない、真下。リサーチ、よし。だってあの行為気になるな。ちっちゃいから日本に出たのか、もしかしたら違う人かも分かんないんで、積みますか。ルーギルかもな。中華つなごカフラ、はい。あ、何言ってたんだ、日本で人か。日本でたの水槽どんな感じ。日本でたらこの辺に飾る。あー、かわいい、おしゃれで、マイエージが俺を呼んでいる。これか、水明人。
ひも100匹釣っちゃうか、すげえな。一発の釣り釣り好き。よし。よし、ね、あ、そうだ、ジョニー。ジョニーチャレンジだ。いや、なかった？ないか。あと4つだもんね。案外ないな。あ、あった。逃げばあったな。よし。ここら辺なかった？やったわ。こっちの下。アサリじゃん。アサリ多いな。あ、もう捨てて取れました。まず、ここにも。こ。よし、装置。これで通信写真残り2つですね。で、捨てて取るのが読む。スコーダッキーの名前。筋トレしてると DR になってるからひどくなるんだ。やっぱ俺は天才かも。やめろ。ゲンジ君みたいに喋ってやめろ。あれがすげえかっこいいから特徴しちゃうぞ。絶対作ってくれよな。やめろ、天才、グラさんより。グラさん。グラさんってあの、ライオンの人だよね。あ、いっぱいいるな。いっぱいいるな、蝶々。ここまではせんべいで寝た気がするから。ちょっとよし。あれ、網壊っちゃった。虫いっぱいいるのよ、そこに。もう。で、虫取り網は、これは鏡とか、そこがねえな。砂浜がすごいな。いろんなの必要じゃん。で、網が、木の枝5本と、1個石か。OK。で、この辺なかった？ないか。だってない？え？俺の足跡かな？あ、うまそう。いいなぁ。ありません。ありません。ちょっと足跡が、足跡がやつな。手こずひろみっか、はい、あ、でも虫いたね今。手こずひっか、よし。いないよ、いないじゃないよ、なかった今、気のせいか。全然ないんだけど。あ、あった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 ね。あ、ここじゃない、こっち。よし、あと1個。よし。で、まだ見てないか。あ、木の枝行こう。次に木の枝も落ちてくるといいな。お金この辺見るか。いい、えい、あ、綺麗だ。よし、2本目。どこにいるな。あ、お金が。さあ、砂浜をよく見ていこう。綺麗だな。ピアニちゃん、足綺麗になってるんだ。ピアニちゃん。あら、おはようございます。手伝いさせてください。そうね、汗気に入ったよ。今日も一日切っていきましょう。そうね。はい。穴すげえな、この辺。ないよ。あ、セックなんだけどな。あ、ジャックは、めっちゃあってる。じゃあ、グッドモーニング、素晴らしい一日目だ、君、お話ししよう。君の腕、春の絵だ。今今週の夢を、この間の締めとく君。同じ性質だな、そんなやつ。君の腕、落ちてこないな。
これで5個揃ったんじゃないか。揃いましたね。6本になっちゃった。まあいいや。あ、これで最後か。ほら、よし来た。揃った。ジュニーに届けに行こう。何のジュニー見つけましたか。あったよ。どうぞ。おお、この武蔵今年は通信装置のパーツ。あ、かわいい。ベリーベリーサンクス。これ通信装置直ったはず。ありませんね、ベリーのやつは。ラインしてるね、ジョニーベリー。これどうした。オンジンの後にはグッズお寄せを送ります。お疲れ様でした。オンジンアルプさんです。今日変身来た。あ、待って、は大きな作業いたな。あれまた従軍の使いだったんじゃないの。ジョニーにスコップで取られちゃったから消えちゃったけど。うわぁ、従軍の使いっぽかったな。続きあんなでかくないもんね。どうしたな。仲間たちに全員組みにして送ったんですよ。どうぜ変身モードか。仲間たちが違うのが全然喜んでくれると気づいてますか。悲しいなそれ。悲しい。よし、じゃあ気持ちを見よう。とりあえず株を売りたい。株価を気に行こうぜ。現地アウトにしよう。現地は締めだ。鳥、大鳥を務めてもらおう。現地君にはこんにちは。おかみせー、大鳥でよくそう。これいつもあるね、これ。ピッチスケール、ピッチスケールと顕微鏡と顕微鏡持ってるよね、今。顕微鏡とこれ、カフケ時計、振り子時計。あー、おしゃれだね、数字が。ローマ数字 でこれはガーデンライト。はい、普通です。で、こっちにいるか。はいよ。赤いチューリップ、赤いパンジー、オレンジのアネモネ、白いパンジー、白いアネモネ、黄色いチューリップ、青いタイルの壁、青い小花柄の壁紙、緑のパネルモード壁、白いホールの壁。これいいな、これ使えそうだね。あの、スノハタイルの床、赤いシンプルカーペット、白いシンプルカーペット、マスクのシンプルカーペット。シンプルカーペット多いな。はい、よし、じゃあ株価聞こう。この前ね、友人が600ミリくらいの株価だったんで、友人の裏で。まあ言ってないんですけど、その村には。ちょっと、そんぐらい行ってほしいな、売ってくれるとか。はい。よし、どんどん下がってってる。ダメだ、この島。水曜日の午後に、午前2時3秒はやばいって。下がりすぎでしょ。これ午後10秒台来んじゃねえか、下手したら。でも、ここまで下がりすぎたら、もう、あとは、上がる一方だと思うんで。9日より超えたら売りたいっすね。チョちゃん家にいるの？いきます。どうも、今日来てくれたのかい？ですね。おしゃべりしよう。現在来たんだけど、あさって引っ越すみたいなさ。あさって引っ越すの？あなたこっちのかい？世の中も政治家作るのはちょこれなんだ。全然くれてあるじゃないか、ね、そうだよ、その通りだよ。あさって引っ越すの？明日じゃなくて今日、明日はまだいいのかな。あさってって言ってるね、ちょいちゃん。じゃあ、あさってなのかな。よし、ジャックと、なんで飲むか、飲むするか、すらるか。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。いいね。じゃあ
約2000人に高いからな。服とか似合ってますよね、ジャック特に。はい、こちら何してんの？なんか変なことしてない？大丈夫？その動き怪しいよ。錆びたパーツ、錆びたパーツ何に使うんだろうね。で、ログインボーナスを待っとこう。はーい。で、タネキショッピング、キャンプベッド、セニテンドスイッチ、セニテンドスイッチよ。もうやっぱ本当に値段なんだね。29,980円。そういうところを再現しなくていいかな。持ってスクー買わせてよ。ペイジンのようなスポーツサングラス、プリメ T シャツ、これ初めて見たな。ボンジュ T シャツ、ボンジュ T シャツ買ってねえよな。そういえば買うか言ったけど買っとこう。デニムショートパンツスイッポン、キケビリー、キケビリートラッキーナイスの髪型、じゃあはい、はい、終了。で、DIY しよう。タネキの動きが怪しいな。 DIY しよう。で、すごい闇、すごい闇さんを作って、すごい闇さん、すごく闇さんにしてたな。すごい闇を作って、網、はい、全部消えた、歴史がこんな見ないで闇できた。よし、ありがとう。さて、なんか荷物いっぱいあるから、家具系側何個かあるんですね。腕も買ったな、さっき匂いセットとか顕微鏡とかタブラックとか部屋に飾るか。よし、今日訪問者はジェニーが来たな。ただいま。あ、こんな部屋だったな、そういえば。あ、敵ボスだ。当たった。こんな好きなんだよね、俺。敵ボスだ、いいよね。間違えました。じゃあここら辺にタオルダーク、あ、壁に飾る、あ、こういうタイプね。トイレとかの、トイレとか洗面所にあるやつか。てっきり置き型のタオルダックと思った。よくホテルとかにあるじゃん、置き用のタオルダック。そっちかと思ったけど、壁に飾るやつなんだ。へぇ、なるほどね。で、顕微鏡。あー、顕微鏡だね。これいらないな。あ、押すと光るんだ。震えてますね。顕微鏡。これいらないな。で、これですよ。カマキリヘッド。カマキリヘッド、非売品じゃないよね、多分。怖いな、ルーノ。カマキリヘッド、非売品かもしれないからね。ちょっと、後で、案内する機会があったら、蓋を見てみる？カタログにあったら、非売品じゃないんで、売っちゃいたいけど、カタログになかったら、非売品なんで、保管しておきましょう。もう株価どうにかなんねえのか、お前ら。入っとって。はい。で、青ごまだら、アサリ、日本鉄だ。もう行けば小麦か。はい、どうしよう、顕微鏡どうしようかな。ジャック君とかなんか顕微鏡似合いそうだけどね、あの部屋にも。まあ理科の実験の部屋っていうよりはなんか色配色は合いそうなんだよね、ジャック君に。ちょっと風呂敷は家にしなさいよ。ブースケー、ブースケ、やっほー。あ、DIY してる。ブースケよく DIY してんな。
ひろくん、休むとき気をつけて、なんかしてるかもしれないから。プレスキーの DIY 作業台、結構本格的だよね。機材が。何してるの？今ね、オレンジの傘をくすぐってくるんだよ。昨日のようなつけ方を教えてから、それをくすぐってみてんだ。オレンジの傘なんでしょ？僕が思いついたオレンジの傘のつけ方、君のを教えてあげるカップ、その顔を見て怖いから。教えて。任せて。ちゃんと用意したから、こうするのに待ちなんだ。ありがとう。僕にやってきてるんだから、今から見たら、やってできちゃうよ、プー。ありがとう。オレンジの傘。ふんふん。オレンジの傘に絞った。見てみるか。どうせオレンジが3個くらい必要なんでしょ？あ、かわいい。7個も必要だったわ。かわいい。桃の傘だったらいいんだけどね。オレンジは持ってないわ。はい。というわけで、今回前半戦は、この辺で終わりますか。あ、プースケの寝てるベッド。プースケ、いいベッドに寝てるね。枕元の写真とか気になりますね。あの、袋の着物とか。はい、というわけで、ここでゴロゴロしながら、めっちゃプースケ DIY してる前でゴロゴロしてるけど、ここ前編はここにて終了したいと思います。ではまた後編でお会いしましょう。